オリックス2から9西部、24日、京セラドーム大阪。西部の源田宗介内野手がオリックス選手の引退セレモニーにサプライズ参加した。写真、思わず微笑んじゃう足立と息子、陽太くんとの可愛いタッチ。試合終了から約45分が経ち、T 岡田、あだち、日が織田の胴上げが始まろうとしていた時だ。 オリックス選手の中に引退記念 T シャツを着た玄田の姿があった。そして一緒に胴上げに参加した。この姿にファンは感動。成人すぎるから好き。記念 T シャツ着た玄田が参加してくれてて泣いちゃった。ありがとう玄田。オリちゃんに混ざって玄田がちゃんとオリ T シャツ着てくれてるのがもう、引退セレモニーに玄田出てきて泣いたとネットでは反響の声が湧き起こった。 玄田は同じ遊撃手として足立を尊敬しており、試合終了からだいぶ時間が経っていた中でも、残って参加していた。あだは、ありがたかったですね。玄ちゃんいるのは、自分をリスペクトしているんで、まあ嬉しかったですと明かし話はしました。頑張ってねとは言いましたけど、そんな程度で。ありがとうとと二人の会話の内容も披露していた。